収納用建具オレドの施工手順についてご紹介します。収納用建具オレドには1、4方枠2、直付けしたレール3方枠3、ノンしたレール3方枠の3種類の収まりがあります。今回は代表例として4方枠についてご紹介いたします。部材構成・梱包内容についてご紹介します。収納用建具オレドの部材は大きくは扉と枠に分かれます。扉は1枚が1梱包になります。枠の梱包には扉につける部品なども一緒に入っています。その他以下の部材・部品が含まれますので、すべて揃っているかご確認ください。